九中顧問官は、皇室、または王室が存在する国の官職。多くの場合名誉職的な意味合いが強い。大日本帝国憲法か、宮内大臣の指紋に応じる職。直任宮内官を5年以上勤めた者が対象で、定員は15名以内。直任官待遇。1885年の内閣制度創設の際。 明治18年大乗たち第68号により、内大臣、内大臣秘書官と並んで設置された。提出の転半儀式に係る事件に不始順に、捧ぐ大使意見を偶営することを任務とした。名称中、宮中とあるように、戦前の日本では、皇室、皇族関連を、宮中、内閣以下政府を府中とする、宮中、府中の別があり、国政関与は、 不可能であった。ここに、佐々木孝之、肘方久本、元田長沙根ら明治天皇側近の新請論者を処遇することで、伊藤博文の立憲主義政治構想が進展した。1907年、内大臣不官成制定に伴い、この規定は廃止。蛇行官思考、近景官思考同様、宮中における名誉職となり、求めに応じて、 区内省の事務を助ける程度となった。1945年11月24日、内大臣府と共に廃止。あ行か行作業た行な行、は行ま行や行は行、参考文献、日本史跡協会編、明治史料兼職務部任録東京大学、出版会明治35年5月5日付、任官者、高辻治治長までわかる。諸外国にも、宮中古問館が存在した。 ありがとうございます。